今日は本当にどうもありがとう。心を閉ざして今まで俺は自分以外のものを受け付ける心の広さを持っていなかったような気がする。今日は客席は真っ暗で見えないけど、一番後ろにいるお前の顔も俺にはよく見えるような気がするんだ。俺は信じられる何かを探しているような気がする。だから俺の言う言葉一つ一つがなんだかとっても突拍子もないことに聞こえる、そんな人もいるかもしれない。俺は今まで自分が持っていた既成概念を捨てることからもう一度歩き出してみようと思ったんだ。一人一人の悩みを俺が背負い込むことはできないかもしれない。ただそこに例えば俺の言葉を求めて僕と何かを分かち合おうとする、そんな人間が、そんな人がいたら、今の俺だったらきっと何のためらいもなく抱きしめてやることができると思う。人を愛することの意味がほんの少しだけ前よりも分かってきたような気がする。いろいろな感情を、怒りや悲しみや憎しみや喜びや、そういった物事の一つ一つの意味を理解したときに、人は本当の安らぎを、本当の幸福を手にすることができるかもしれないと思っている。時には過ちを犯してしまうこともきっとあるだろう。だけど過ちにさえ自分のこの体でぶつかって一つ一つの物事を自分で解き明かしていかなければ新しい第一歩は踏み出せないような気がするんだ。そのために傷つくことも多いかもしれない。そのために命を落としてしまうかもしれない。ただ俺は新しい第一歩のためにこの命を懸ける。それが俺の生き方だ。笑いたい奴は笑う。俺です。
真実を求め歩き続けるお前らを愛している。